モノマネプロレス。まずはタイガー広間の入場です。赤コーナーロツワシアの岡山でアポン松原周平レフリーは長澤哲監督です。では試合開始です。まずは松原選手の攻撃。岩政選手が失点して怒っているところ。これは聞いている。お、ここでタイガー広間選手の反撃。赤嶺選手の髪型を直すところ。これはあまり聞いていない。松原選手、押谷選手のモノマネだ。じわじわ聞いているぞ。続いてタイガー広間の反撃。元ファジアーノ選手のキム・ミンキュンの走り方。これはダメージが大きい。そして松原選手の怒涛の連続攻撃。豊川選手の歩き方。そしてセットプレーの時の富永コーチ。そして最後は矢島選手だ。みんなのおかげでね、このタイガー広間、強かった。すげえ聞いた、キム・ミンキュンとか。最後、俺の引退試合につけてくれて、ありがとう。みんな上がってきてくれ。全員上がってきて。全員来て。早く。こっちは仕込んでたから。
ちゃった言っちゃった。いや、大吉さん、大吉さん、とりあえず上がってきて、とりあえず分かるから。松原、胴上げします。来年もクオリティの高いショーを見せれるように頑張ります。本業はサッカーです。ありがとうございました。